はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、眼瞼下垂に行ってみたいと思います。はい、では眼瞼下垂というのはどういう病気でしょうかね。眼瞼下垂というのはまあ読んでそのままですが、上まぶたですね、上まぶたの障害でですね、まぶたが開きづらくなる病気ということです。まあ単純に言うとそういうことということです。そしてですね、その原因というかが4つここに書いてますが、もういきなりですがここに4つ書いてますが、どういうことで眼瞼下垂になるかということですが、一般的に言われているのは先天的なものがまず1つ、まあこれはいいですね、先天的なもの。それから後天的なもの、これが4つあると言われているということですね。まず4つ。1つは老化。まあ、どうしようもないですが、加齢ですね。加齢、老化でなる。それからもう1つが、コンタクトレンズをつけた場合にですね、なりますよということです。コンタクトレンズが原因ということですね。そして、もう1つが自己免疫疾患。それから、目筋、眼筋疾患ですね。そういうような病気ですね。によってなりますよということなんですがですね、YouTube 上でもですね、専門家の方がですね、動画を上げられて、ここまでは言うということですね。お医者様たちはここまでは言いますが、実はまだ他にもあるんですよということで、今日のテーマ行ってみますが、この眼瞼下垂というのはこれだけではなく他の原因もありますよということです。では今日のテーマです。眼瞼下垂です。ではですね、眼瞼下垂の症状ですね。眼瞼が下がるわけですから、まぶたが下がるので、無意識にですね、眉毛を持ち上げてですね、視野を確保しようとしてですね、無意識持ち上げるわけですね。そうするとどういうふうな症状が出てくるかということですが、眼精疲労とかですね、頭痛とかも出てきますし、腰痛、肩こりとか、首の頸部痛ですね、頸部痛とか、そういうようなものも出てくると。で、どんどん進むとですね、さらに転倒を起こしたりとか、自動車事故ですね、車の運転でですね、視野が悪いのでですね、自動車事故を起こしてみたり、するということですね。まあ、ざっくりとそういうような症状が出ますよと。それからですね、前回お送りしました、重症筋無力症のようなですね、目筋、眼筋疾患ですね。では、どういうふうになるかというと、疲れてくると、まぶたが落ちてくると。夕方に症状が出ると。夕方にまぶたが落ちて休むと戻ると。こういうような症状も出るということですね。重症筋無力症なんかでは、そういうような症状も出ますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、眼瞼下垂のジャンル分けですね、一応ここに詳しく載ってますので、読みたい方は読んでいただければいいんですが、ざっくりとだけ言っておきますが、大きく分けてジャンル、眼瞼下垂は大きく3つに分けるということです。先天的なものですね。これはまあいいと。先天的なものですよというのが一つ。そして、後天的なものと下にありますが、偽眼瞼下垂、要するに偽眼瞼下垂というのがあります。要するにこの3つですね、先天性、後天性、偽眼瞼下垂、偽眼眼瞼下垂と3つに分かれると。で、先天的なものは、先天性のもの。で、後天的なものというのは、さっきも言いましたが、腱膜性のものとか、加齢、老化、コンタクトレンズ、それから神経に問題があるわけですね。重症筋無力症のようなものですね。神経の伝達のところに問題があると。こういうようなものですね。が問題になるようなもの。それから、筋肉が問題になるものですね。筋肉が、原因で、眼瞼下垂をしているもの。ミトコンドリアミオパチーとか。まあ、これも先天的なものといえば先天的なものですが、ミトコンドリアミオパチーとか、筋強直性ジストロフィーとか。こういうようなものが筋肉が原因の場合ということですね。そして、最後に、偽、要するに、偽眼瞼下垂ですね。いくつか下に書いてますが、もう全部は言いませんが、眼瞼痙攣とか、小眼球症とか、こういうようなものが原因で眼瞼下垂を起こしますよということで、こういうふうにジャンル分けされてますよということです。はい、次行ってみましょう。ではですね、眼瞼下垂を起こす原因というのはですね、前のスライドまで言ったようなことがあるわけですが、
医学者そこまでしか言いませんので、その先ですね、どういうものがあるかということですが、遺伝性の眼瞼下垂というのはたくさんあるんですよということです。まずその1ということですが、白内障手術後の眼瞼下垂と、老人性の白内障の手術をしてですね、その後に眼瞼下垂を起こす人がかなりいるということで、もまあ問題になっていると、で眼瞼下垂を起こす原因は何なのかということですが、この手術ですね、白内障の手術の時に開眼器というのを使ってですね、まぶたを開いて固定すると、その固定するときにですね、まぶた、まぶたの腱膜ですね、腱膜性の眼瞼下垂を引っ張られてダメージが、起こってですね、腱が切れたりとかしてですね、筋肉に、そこの筋肉にダメージが起こって眼瞼下垂を起こしているのではないかと推察されてますが、まだ原因は不明と、一応不明ということになっていると、まだわからないと、そうではなかろうかということで言われているわけですが、この白内障手術後の眼瞼下垂と意外と多いということですね。白内障手術した人の3割ぐらいに出るということで、非常に懸念されているわけですが、ここで言っておきますがですね、こういう時にですね、目薬使いますね、老人になるとものすごく目薬使いますよね。白内障だったり緑内障だったり、まあ後でも言いますが、緑内障とか白内障の目薬ですね、眼瞼下垂を起こすものいっぱいありますよ。はい、添付文書読んでおられるのかどうか知りませんがですね、知ってて言わないのかどうか知りませんが、また後でも言いますが、目薬で眼瞼下垂を起こすものというのはたくさんあるんですよということです。はい、次行ってみましょう。続いていきますがですね、眼瞼下垂、眼瞼下垂の原因としてどういうものがあるかということですが、さっき言った3つの分類の中ですね、先天的なもの、後天的なもの、そして偽、要するに偽物と書いて、偽眼瞼下垂ということで、その種類言っていきますが、まずどういうものがあるかということですが、明珠症候群ですね、明珠症候群というものがあります。これ何なのかということですが、症状はですね、主の症状は両側のまぶたの眼瞼痙攣、また新しい言葉が出てきましたが、眼瞼痙攣を主の症状とするもの、そしてですね、口下顎ジストニアを合併すると、眼瞼痙攣プラスジストニアということです。で、口下顎ジストニアというのは、口とかですね、顎の筋肉がですね、自分の意思とは関係なく収縮するというような病気ということです。でですね、ジストニアとかジスキネジアの動画を前に上げてますので、そちらを見れば原因ははっきり分かっているということで、そっちの動画を見ていただくとしてですね、偽眼瞼下垂の中のですね、一つにこの明珠、明珠症候群というものがありますよということです。はい、次行ってみましょう。ではですね、まだ明珠、明珠症候群をもうちょっと詳しく言っていきますが、さっきも言った通りですね、両側上まぶたに対する眼瞼痙攣プラス口下顎ジストニアということで、ジストニアを合併したものということですが、この眼瞼痙攣というのが偽眼瞼下垂に入るということですね。そして、なぜ明珠というのかということですが、もう毎度毎度のことですが、医者の名前ですね、見つけた人、20世紀の初頭に見つけたヘンリー・明珠という人の名前がついているということですね。そして1972年にポールソンという医者がですね、この明珠という名前を使って記載したということで、明珠症候群となったというようなことがここに書いているということですね。まあ、名の由来というのはそういうことと。で、大事なことですが、この明珠、明珠症候群ですね、原発性と二次性に分けられていると。で、原発性の方は原因がわからないと。ストレスなのか遺伝なのかわからないものを原発性明珠症候群というと。そしてもう一つ原因がわかっているものがあります。それを二次性の明珠、明珠症候群と言います。何なのかというとですね、神経弛緩薬の長期使用者ですね、弛緩薬を長期使用した人がジストニアを合併して、この明珠、明珠症候群になりますよということで、要は何なのかというと薬ということです。神経弛緩薬というのが一つ。そして、他にも明珠、明珠症候群を起こす
薬として知られているのが、まあ、下の方に書いてますが、生徒剤ですね。それから、抗精神薬、抗精神病薬ですね。そして、抗うつ薬と。これ全部、まあ、覚醒剤とか麻薬とかと全く同じものということです。はい。で、ジストニア、ジスキネジアの動画も上げていますので、そちらを合わせて見られるとですね、何がこのジストニアとかジスキネジア、そして眼瞼痙攣ですね、偽眼瞼過性を起こしているのかも、これではっきりわかると思いますので、そちらの動画も合わせて見ていただければいいということです。はい、次行ってみましょう。続きましては、眼瞼痙攣いきますがですね、眼瞼痙攣は、眼瞼下垂の一つですね、眼瞼痙攣ですが、何なのかということですが、上まぶたですね、の筋肉の連縮によって開きづらくなると、筋肉が連縮して、まぶたが開きづらくなりますよという病気、ということです。そして、なおかつですね、付随運動を伴う、要するにジストニアですね、局所性ジストニアの一つということです。要するにジストニアということです。はい。ジストニアとジスキネジアの動画を上げてますので、まあそちらを見られるといいと思いますが、まあジストニアということです。そして、ですね、これ、この病気、まあ40歳以上で女性に多いということになってますが、若い人の場合はですね、その3割ぐらいは薬物だろうということになってると。要するに薬ですね。どういう薬が起こしてるかということですが、若者の場合はベンゾジアゼピンの睡眠薬とか、抗不安薬ですね、とか、そういうものが原因だろうということが推察されているということです。そして、名前が提案されていると。ベンゾジアゼピン目がんですね。目という字ですね。ベンゾジアゼピン目がん症というような名前が提案されていると。要するに薬が起こしている病気ですよということです。はい、次行ってみましょう。では、眼瞼痙攣の一応症状を言っておきますが、まあ症状は眼瞼下垂と同じですがですね、まあざっくり言っておきますが、眼瞼痙攣の症状はまあ眼瞼下垂と上まぶたが落ちるわけですが、まぶたが開きづらいとか、まばたきの回数が多くなるとかですね、それから眩しいとかですね、それから目の中の異物感ということですね、コロコロするとか、なんか異物感を感じるとかですね、そして一番多いのがですね、ドライアイですね、ドライアイを合併していることが多いと。そのうち 8% ぐらいは治療抵抗性を示す人もいると。治りにくいわけですね。ドライアイで 8% ぐらいは治療抵抗性というようなことで、まあ症状は大体こういうことと。で、最初の方にも言いましたが、交通事故ですね。車の運転がしづらくなって、交通事故、要するに目が見えにくいというか、まぶたが落ちるわけですから、見えにくくなってですね、交通事故を起こしたりとか、そういうようなことも起こったりするということです。はい、次行ってみましょう。ではですね、眼瞼痙攣ですね、患者さんが日本にどのぐらいいるかということですが、まあ、ざっくり言っておきますが、どのぐらいかということですが、推定患者数20万から30万と、まあ、ものすごい数いるということですね。まあ、推定ですよ。20万から30万ぐらいいるんじゃないかということになっているということです。そして、原因ですね。原因ですが、原因はですね、不明ということです。原因はまだ未解明ということになっているということで、まあ、どういうものが原因ではなかろうかというのが下にまあずらずらと載ってますがですね、まあ、40歳以上の女性、40歳以上では女性の方が男性より1対2で女性の方が多いということですが、若い人はさっきも言った通りですね、薬ですね、ベンゾジアゼピンの服用が原因じゃないだろうかということで、睡眠薬とか抗不安薬ですね、こういうものと。それから他にも原因が下の方にずらずらと載ってますが、推定どういうものがあるかということですが、まあ、妊娠してですね、出産するときの出産外傷とかですね、普通の外傷、脳卒中とかですね、それから一酸化炭素中毒とかですね、それからストレスとか、そういうようなものも、まあ、数々言われてますが、もう一つあるのが、精神科の薬ですね。精神系の薬、抗精神薬、抗うつ薬、抗不安薬などの服用があるというようなことも言われているということです。はい、次行ってみましょう。で、ベンゾチアゼピン名称ですね。眼症、名称についてもうちょっと言っておきますがですね、これ、ベンゾチアゼピン系の不安薬とか睡眠薬ですね、の長期連用によって起こる眼瞼下垂を伴う眼瞼痙攣ですね。
イコール局所性ジストニア、これを起こすことが知られていると。ベンドジアゼピンの薬というのは局所性のジストニアの原因ですよと、これは分かっていることということですね。そしてこの局所性ジストニアですね、このベンドジアゼピン、どういう薬が起こすかということですが、まあ、ここにも書いてますが、クロナゼパムとかエチゾラムとかですね、デパスとかのやつですね、こういうような長期連用者に多いということが分かっているということですね。要するに薬と。で、大事なことがもう一つ下に書いてましてですね、ほとんどが長期連用者だったんですが、中には1週間の使用で、この眼瞼痙攣ですね、局所性ジストニアが出た人もいますよということです。はい、次行ってみましょう。でですね、眼瞼痙攣の治療ですね。眼瞼痙攣の治療、どういうふうに、医者たちやってるかということですが、まあ、ここにざーっと書いてますが、一つはボツリヌス毒素ですね。ボツリヌストキシンの眼瞼への注射ということです。これで痙攣が止まるということですね。ですがですね、これ、毒ですから、まあ、有効率 90% ですが、3ないし4ヶ月ぐらいしか持続しないと。致死率のはるかに低い量を打つわけですから、そんなに長くは持続しないと。打ちすぎれば大変なことになりますよと。打ちすぎるとですね、まあもちろん大変なことになります。毒ですから大変なことになりますがですね、抗体ができてですね、効かなくなったりもします。要するに毒を打ってるわけですから。そして、最悪の場合ですね、まぶた開かなくなったり、そういうようなことも起こったりもするということです。また後で添付文書も見せますが、まあそういうことも起こると。で、他には眼瞼痙攣の痙攣脳の治療としては手術療法とか、こういうこともしているということですね。ですが、一番大事なことが下に書いてまして、この眼瞼痙攣止めるには、下、一番下、なんて書いてるかというと、精神系の薬ですね、抗精神薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬などの服用を中止することによってですね、この眼瞼痙攣は、軽くなり、改善に向かうということです。はい、次行ってみましょう。では、医薬添付文書を何枚か見ておきます。はい。で、抗精神薬とか抗不安薬、抗うつ薬とか睡眠薬などがですね、局所性ジストニアを起こすことはもう分かってるのでですね、ジストニアの動画上げてますので、そちらを見てください。それでですね、他に眼瞼下垂を起こす薬いくつかご紹介しておきますが、さっきも出た眼瞼痙攣の治療で使われているボトックスですね、A 型ボツリヌス毒素製剤ってやつです。ボツリヌストキシンというやつです。毒です。猛毒です。はい。これの添付文書を切って載せておきます。もう大事なとこしか言いません。どういうものか、どういうことが書いてあるかということですが、まずですね、筋弛緩作用を持つダントロレンナトリウムとかですね、こういうものと併用するとですね、平まぶた不全と書いてますが、要するにまぶたが開きづらくなりますよということが書いてると。それから、ベンゾジアゼピンの薬ですね、これと併用するとですね、また同じように、このまぶたが開きづらくなりますよというようなことが、こういうふうに書いてあるわけです。そして、下ですね、副作用項目欄ですね、副作用、どういうのが出てるかということですが、眼瞼痙攣に対する治験ですね。で、どういうふうな副作用が出てるかということが、まあ、書いてあるわけですが、眼瞼痙攣患者に使った場合にですね、眼瞼下垂が 2.19%、要するに 2% ちょっとぐらいの人が眼瞼下垂を起こしているということです。この薬で起こしてますよと。それから下に斜視の患者さんに使った場合にどのぐらい出てるかということは、まあ 7% ぐらいが眼瞼下垂を起こしてますよということが、こういうふうに書かれてあるわけです。はい、次行ってみましょう。では、2枚目の添付文書です。まあ、特殊な医薬品ですがですね、まあ、使われる方いらっしゃらないと思いますが、どういう薬か、ロルファンという薬です。何なのかということですが、麻薬の拮抗剤です。はい。そういう薬です。まあ、あんまり使われる方いないと思いますが、はい。その薬の添付文書にはどういうふうに載ってるかということですが、もうそのまんまですが、眼瞼偽下垂症が起こりますよというようなことは、こういうふうに書いてるわけです。はい。もうそのまんまです。はい。こういうふうに書いてます。はい。次行ってみましょう。はい、最後ですが、最後はもう一枚医薬添付文書を見ておきます。はい、どういう薬かということですが、ビマトプロストという薬です。何の薬かということですが、緑内障の治療薬です。眼圧を下げる点眼薬ですね。緑内障の点眼薬です。はい。
で、医薬添付文書副作用項目欄どういうふうに載ってるかということですが、もう大事なとこしか言いませんので、大事なとこしか言いませんが、まあ、数々目のこの副作用がこういうふうに載ってるわけですね。まあ、いろんなものが載ってますが、ブドウ膜炎起こりますよとか、口腔炎が起こりますよとか、白内障が起こりますよとか、眼球運動障害が起こりますよとか、まあ、様々載ってるわけです。まあ、その中にですね、下の方ですね、どういうふうに書いてるかということですが、眼瞼炎、それから眼瞼下垂と出ますよということが、こういうふうに書いてあるわけです。はい。で、最後ですがですね、今回眼瞼下垂をお送りしましたがですね、眼瞼下垂を起こす薬ですね、特に精神系の薬、今回は、持ち出してませんがですね、精神系の薬もあります。はい。で、精神系の薬は局所性ジストニアを起こすので、ジストニア、ジスキネジアの動画を見ていただければいいということですが、それ以外にもですね、こういうふうに様々な薬ですね、が眼瞼下垂を起こしますよということです。そしてですね、最後付け加えて言っておきますが、老人がですね、眼瞼下垂意外と多いのはですね、目薬をさしておられる方が非常に老人の人は多いということですね。で、この目薬の中にはこういうふうに眼瞼下垂を起こすようなものというのはたくさんあるんですよということで、ご自分の使われている目薬ですね、は気をつけて添付文書を見た方がいいと思いますがね、今回は眼瞼下垂についてお送りしました。ありがとうございました。